宍戸八郎生誕地、宍戸八郎の墓、宍戸八郎文久三年九月二十四日は、幕末の宍戸。忌み名は正明、豪は道一軒。天保四年、狩屋藩士、宍戸八助の六夫として、狩屋に生まれる。天中組三総裁の一人松本慶道とは、筑馬の友である。この二人は、普代藩出身の勤労宍戸という点で、異色の経歴である。 江戸裁判の折、久保滝嫁の門人として、山ヶ流病法を学ぶ。生来合法来落で、顔は、放送の跡が残るアバタ面であったが笑うと愛嬌があり、皆から好かれる性格であった。また小柄であったが、極めて頑強な体と脚力を持っていた。文久三年、天中組終焉に際して、首相、中山忠光らの本体を逃すために、おとりの決死隊の一員となり、 ナスシンゴラと共に東吉の村橋屋口で、彦根藩の軍勢の中に切り込んだ。非常な奮戦を見せ、中山忠光の脱出を成功させたが、戦闘中に、和鹿川の急流に転落。再び岸壁をよじ登り始めたところを、彦根藩銃撃隊の一斉射撃を浴び戦死した。年31、墓所は松修士、同意の中には埋葬代としたためて、 肌付金庫版十両が縫い付けてあった。幕末の志士の中でも出職の武士道を体現した最後であった。明治31年14位を追贈された。田尻座編、造位所見伝蔵保版上特殊造位年表 PQ。 カリアシホームページ https://www.city.karyaya.lg.jp:/k-a-n-k-o-b-u-n-k-a スラッシ r-e-k-i-s-h-i-b-u-n-k-a スラッシ j-i-n-b-u-t-s-u スラッ 480-s-i-s-i-d-o.html ありがとうございます。